はい、今回はこちらです。はい、フランフランで今回お買い物をしてきましたので、秋冬物にも使えるのも可愛いのがいっぱいありましたので、こちらの購入品の方をですね、ご紹介したいと思います。はい、ではまず一つ目はこちらです。はい、クラッチバッグです。こんな感じで全部モコモコでできてるんですね。ファーでできているクラッチバッグですね。こちらにこういった感じで持ち手というか、これがまたファーですごい可愛いですね。これ中なんですけど、中もですねこういう感じで仕切りが、はい、ここに仕切りがありますね。こんな感じで仕切りがあって、だいたいサイズ的にはiPad は1つこう入りますね。2色になっていて、こんな感じでちょっと素材感が、こちらの白っぽい方が毛が短めですね。で、こっちの方がもうちょっと長くて、すごい肌触りも良くて、すごい気持ちいいですよ。これ持ってるだけで幸せな気分になれます、ね。はい、結構フランフラン、カバンもあるんですよね。はい、では続いてはこちらのモコモコ続きでブランケットです。サイズは 80×150 になります。で、どこが可愛いってこの裾っていうんですかね、縁取りがレースになってるんですけど、外していきますね。こうやってリボンがついてて、とても可愛いですよね。こんな感じで縁がレースになってるんですよね。すごい可愛いです。ちょっとラメが入ってる感じで、はい、横のこの80センチ側にはレースがついてるんですけど、縦っていうんですかね、長い方150センチ側はこういう風に普通に折り返して縫ってあるだけですね。これもすごい肌触りがいいですね。こんな感じで、表とちょっと裏は素材感が違うんですよね。裏の方がもうちょっと柔らかいので、肌に当たる方ですよね。それはもうちょっと柔らかい素材で、これも気持ちいいです。はい、はい、こちらブランケットです。はい、では続いてはこちらフレグランスジェルです。こんな感じで中にですね、こういう感じで貝殻とか、こう人手ですかね、ちょっと海っぽい感じに、はい、これはなってるんですけど、で、中がですね、で、蓋を開けると、はい、ジェルになってるんですけど、で、これが匂いがするんですよね。で、匂いがスパイシーベルガモットの匂いなんですけども、今のこの蓋がこう外れるので、ここにもう一回つけます。こんな感じで、こういう感じで装着します。これの素晴らしいのは、じゃん。こちら、はい。電気つけれるんですよ。で、電池は最初から入ってました。えい。はい、こんな感じで、はい。ライトがつきます。なので、ルームフレグランスとしても使えますし、夜寝るときとか、ちょっとランプ代わりにも使えるなと思って、このライトの光り方も、ちょっとなんていうんですか、ろうそくっぽいというか、ちょっと点滅してる感じで光るんですよね。はい、こんな感じでライトになってるんですけど、はい、で、匂いもすごいいい香りで、海っぽい爽やかな香りというんですかね、匂いもすごい良かったので、はい、別のお部屋に飾りたいです。こちらです。はい、ファニーマウスマグってことでマグカップになります。かわいいです。はい、うさぎに冠がついてます。ティアラかな、冠じゃなくて。このフォルムもすごいかわいくて、私マグカップは取っ手が広いのが好きで、安定するのでこうギュッて持てますね。これはで、こちらです。はい、こちらがうさぎの鼻になってるんですよかわいいですよね。これもすごいかわいい。ここになんか書いてある。ここに、ハブはラブリーティータイム。可愛らしいティータイムを過ごしてね。こ
ちらマグカップです。かわいい。はい、では最後の購入品ですね。はい、じゃん、なにこれ。あの掃除ブラシです。はい、ここの部分がブラシになって、はい、掃除ができるんですけど、穴も開いてるんで、ここの部分穴があるのでこうフックに引っ掛けたりとかもして吊るしても置けますし、この子自立して立てるんですよ。はい、こうやって立たせておけれるので、はい、このブラシは私はお風呂場に置いといて、ちょっとお風呂掃除に使おうかなと思って、お風呂場にこうやって立たせておこうかなって思ってます。はい、すぐになんか片付いても可愛い、やっぱりお掃除物っていうのは結構嬉しいですね。はい、今回はフランフランの購入品をご紹介しました。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。